スケルトン大きくなったね。母ちゃんそっくりになってきちゃったね。隣の一人っ子の娘ももう大きくなっちゃったよ。重たいしね、体。君たちすごいな、大きくなり方早いスピード。ほんと早いね。本当にガリガリのガリガリっていうか貧弱な体してたスケルトンとは思えない、このふさふさのぶり。もうすぐ母ちゃんと同じになっちゃうんじゃねえか、あのでかい母ちゃんと。ああ、健康でよかったよな。何しろもう書き込みではたまにはこういう子が生まれるんですとか、なんかそういう書き込みあったもんな。市場には出てきませんけど、こういう子が生まれますとか。あれ誰だよお前ギャーギャー言ってんの。お前そこ誰ギャーギャー言ってんの。誰ですかギャーギャー言ってんの。ちなみにね、ここに住んでるのがスケルトンのお母ちゃん。ほら、母ちゃん、母ちゃん、スケルトン母ちゃん。見て、ほら、スケルトンの母ちゃん。これがスケルトンの母ちゃんでしょ。で、ここに今見てるのがスケルトン。ほんと、スケルトン母ちゃんにだね、ほんとね。女、やっぱ女だから母ちゃんにいたのかな。いいじゃありませんか。母ちゃんにそっくりになってきちゃって。でも母ちゃんは気の荒い母ちゃんなんだけど、スケルトンは本当マイペースの穏やか。性格がね、いいじゃないですか、いいじゃないですか。穏やかな性格のスケルトン。他の女まだ寝てんのかな？やっぱ今日食進むね。肉団子に混ぜた豆腐が良かったのかな。肉団子豆腐チーズというか、なんか皆さん良かったね今日ね。これからやっぱりチーズ豆腐そばだけじゃなくて肉団子も一緒にアレンジで入れよっか。もう具材ほとんどピザだけどね。だけどピザと違うところはなんていうの、生地じゃなくて蕎麦なんだよね。みんな蕎麦好きだしね。蕎麦っていうのはね、血圧を下げる効果があるのかな。ルチンだかなんか、健康にいいらしいですから、うどんと違ってね、効能があるということで。ね、スケルトン。あら、みんな結構食べちゃったね。あの山のような飯食っちゃったね。食っちゃったじゃないですか。ごめん、気が散ったよ、アイスケルト。食べちゃったじゃないですか。スケルトそれだけ食ってればもうどんどん大きくなるよ、本当に。ということで、スケルトンと、あと一人っ子の方は何も食ってどっか行っちゃった。女子部屋のお食事の様子でした。女子部屋って言ってもね、この下に大きな女の女子部屋があるんだけど、ここは比較的若い子供たちの女子部屋なんだけど、もう大人になってきちゃったね、みんな。ねえ。それでは、
スケルトン。それじゃね。